ただいまより、新入社員説明会を始めたいと思います。皆さん、入社おめでとうございます。おめでとうございます。新入社員の皆さんですね、こう入社した時にこうやって先輩の社員にこうやって、会社の、ね、説明など社会人としてあるべき姿、これを教わるものです。入社6年目大道です。入社4年目のタカです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあですね、皆さん何もわからないと思うので、社会人にとって何が大事なのか、これは一つ丁寧に教えていきたいと思います。まずは一つ目、分け目ピッシー。二つ目、背筋ピーン。三つ目、あ、ワイシャツパリ。四つ目、ネクタイギュッ。五つ目、ネクタイピンパチ。六つ目、背広ファ。七つ目、あ、靴ピカピカ。八つ目、あ、社長室トントン。九つ目、おじいがくん。そして最後、顔にこう。以上のことが非常に大事になってきます。皆さん、これは基本ですので守るように。じゃあ覚えていただくためにもう一度頭からいきたいと思います。いきます。分け目ピッシー、背筋ピン、ワイシャツパリ、ネクタイギュ、ネクタイピンパチ、背広ふわ、靴ピッカピカ、シャチストントン、おじぎがくん、顔にこう。皆さんね、だんだん覚えてきたんじゃないかなと思います。覚えていただくために、今のはちょっとスピードアップして、いきたいと思います。いきます。分け目ピッシー、背筋ピン、ワイシャツパリ、ネクタイギュ、ネクタイピンパチ、背広ファ、靴ピッカピカ、シャチストントン、おじぎがくん、顔にこう。だんだん皆さんもね、頭なんかこう刷り込まれていったんじゃないかなと思います。もっと覚えていただくためにさらにスピードアップして、いきたいと思います。いきます。分け目ピッシー、ワイシャツパリ、ネクタイギュ、ネクタイピンパチ、シャチストントン、顔にこう。だんだん皆さんね、社会人の基礎を覚えていったんじゃないでしょうかね。ではですね、今のちょっと逆から、言ってみたいと思います。逆バージョンでございます。じゃあいきます。顔にこう、おじぎがくん、シャチストントン、靴ピッカピカ、ビロファ、ネクタイピンパチ、ネクタイギュ、ワイシャツパリ、背筋ピン、分け目ピッシー。今のは特に必要ございません。皆さん順番に覚えるようにしてくださいね。でも今のができるということは順番通り覚えているということ証拠になりますので、皆さん今のができれば一人前でございます。4年目のタカは非常に厳しいです。皆さん教育係になると思うので、タカのことにちゃんと顔も名前もちゃんと覚えておくようにしてくださいね。じゃあ次がですね、それぞれ、今の好きな項目を同時にこう言いまして、同じやつを言えるかどうか、ね、これをやりたいと思います。これは息が合ってるかどうかのチェックでございますね。じゃあいきますね。いきます。せーの、分け目ピッシー。ソロまでいきたいと思いますけどね。いきます。せーの、おじぎがくん。せーの、靴ピカピカ。せーの、ワイシャツパリ。せーの、ネクタイギュ。せーの、顔にこ。せーの、ワイシャツパリ。せーの、靴ピカピカ。せーの、おじぎがくん。せーの、わけめピッシー。せーの、おいしがかり。せーの、わけめピッシー。せーの、せっさじピン。せーの、わけめピッシー。せーの、せっさじピカピカ。せーの、シャオニコ。せーの、シャチピンポン。せーの、あめつだいピンパチ。せーの、わけめピッシー。せーの、かいしゃにかり。せーの、あてつじピン。せーの、ネピロポ。せーの、シャチピンポン。揃いました。今のができるということは、社会人というのはいつ何時誰とペアになるか分かりません。つまりいつ何時誰とでも息が合うようにしなければいけない。意思疎通が非常に大事。それが社会人でございます。皆さん、タカの言うことを聞くように。今のは一つやりましたけども、次はですね、2回連続で揃うかどうか、これをやりたいと思います。連続がっていうのは肝ですよね。これは非常に高等なテクニックです。非常に高等です。じゃあ連続で2回揃うかやってみたいと思います。まずは1つ目いきます。せーの、シャチストントン。せーの、わけめピッシー。せーの、おじぎがくん。せーの、せずみかぴか。せーの、ネクタイパチ。せーの、せずみパチ。せーの、ワイシャツストントン。せーの、カウピカピカ。せーの、わけめピッシー。せーの、おじぎがくん。せーの、おじぎがくん。せーの、せびろか。
せーの、こじみかみか、せーの、ネタにパチ、せーの、ネタギュッ、せーの、シャツトントン、せーの、セブでピン、せーの、カーニパチ、せーの、ワイシャツパチ、せーの、カーニコ、せーの、バキメピッシー、せーの、セビロパ、せーの、おじきがトントン、せーの、カーニパチ、せーの、シャツトントン。二つ目、せーの、ワイシャツパチ。まあ、2回連続ということなんでね、もう一度一つ目からいきたいと思います、では一つ目、せーの、おじきがくん、せーの、わかめピッシー、せーの、あかつめかぴか、せーの、せつじパチ、せーの、シャイシャスパリントン、せーの、わかめピッシー、せーの、かわにこ、せーの、シャイシャスパリントン、せーの、わかめピッシー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 。では、2つ目いきたいと思います。せーの、わかめピッシュ。ではもう一度1つ目からいきたいと思いますね。ではいきます。せーの、わかめピッシュ。せーの、セビロワ、せーの、ネクタイピッシュ、せーの、わかめピッシュ。では2つ目、せーの、わかめピッシュ。1つ目、せーの、わかめピッシー。2つ目、せーの、わかめピッシー。このように、社会というものは非常に厳しいものでございます。皆さんも頑張って、社会に順応して立派な社会人になるように。社会人というのは大学生ではありません。社会人になった限りは自分の行動に責任を持つように。大学生の時はヘラヘラ行動していたかもしれません。しかし社会人というのは一大人なんです。何のために働いているのか、家庭を築くために働いているか、それをしっかり頭に入れて行動してほしいと我々はつくづく思います。やはり大学生、話が長いね。皆さん頑張ってくださいね。以上、新入社員説明会でした。ありがとうございました。